皆さんおはようございます。でね、今朝ね、朝練実は行ったんですけど、もう全然どんよりと曇ってましてね、全くダメでした。まあ、こんな感じです。真っ暗でね、何のことだかよく分かんないと思うんですけど、雲が出てるとね、夜明けもね、明るくなるのがすっごい遅いんですよ。で、寒いしね、それで痛いしね、風も強いんでね、もうとっとと撤収してきました。でね、じゃあちょっと何か話そうってんでね、まあ、今上着脱いで外から帰ってきたばっかりなんですけどね、宝くじの話なんですよね。で、実は私宝くじってずっと買わなかったんですよ。でもこのね、1年ちょっと買ってます。ほぼ YouTube を始めると同時期から。で、なんで買い始めたかっていうとね、とある某有名 YouTuber の動画を見たのがきっかけなんですよ、ね、で、某有名 YouTuber がね、まあ、それ誰か名前を言わないですよ。でも私と多分あの人同い年じゃないかな。私もね、音楽やってたからね、でも分かんないんですけどね、私は音楽やってたんですけど分かんないですけど、あとズラをズラはかぶんなくても自分のね、もともとズラだなんてね、ハゲズラだみたいなね、だからその人の動画を見たら、まあ、その人の動画のね、言いたいことはって言ってたことは、宝くじなんてくだらないと、買う人はもっとくだらないと、当たってもその後の人生ろくなことないからもっとくだらないってね。で、私その動画を見た時に、ね、あれ違うって思ったんですよ。まあ、どうでもいいんですよ、そんなことは、ぶっちゃけた話だけど、この人はおそらくね、宝くじ買ったことあるんでしょうね。やっぱりおそらくあの人はあると思います。でも当たったことはないんでしょうね、おそらくね。で、なんかね、見たり読んだりことをね、言ってるだけなんですよ。そういう、私も似たような、その人が言ってた論旨はね、いろいろなところで書いたり載ったりしてますね。で、実はこういうことがありました。何年か前に私のね、お客さんがね、事業に失敗されて、でもう会社を閉めると、潰すと。で、その時私のこのお店、ここにお見えになってね、でもあなたにお迷惑かけちゃうんだけどって。で、まあね、まあ、しょうがないじゃないですかね。でも私はビール1本出して、で、どうするんですかこの先って言ったら、いやもうどうしようもない。で、それを見てね、私はおそらくこの人自殺するんだろうなって思ったんですよ。で、自殺で生命保険でね、払うって結構あるパターンなんですよね。だからね、私はね、それ、まあ、でも大概最後はね、生命保険も払ってないからこれもらえないってことが多いんですけどね。で、その方にね、まあ、ご年配の方ですけど、夜逃げしたらどうですかって私言ったんですよ。逃げちゃえばって言ったら、いや逃げたってダメだろって言うから、でも逃げなかったらあなた死ぬでしょって言ったら、なんでわかるんだって言うから、いや顔にそう書いてありますと。でね、夜逃げしてね、とりあえず福島でも行けばどうですかって、もしね、借金とか保証人になってなければね、奥さんとかもう家族全部ね、席抜いて、あなた体一つになって、福島行けばね、どんなじいさんでも使ってくれますよと。で、そしたら1日1万円くらいくれるから、最低でもね。で、そしたらその中で毎日1000円ずつ宝くじ買ったらどうですかって。当たるかもしれませんよ。で、当たったら借金帳消しじゃないですか。だってね、死ぬなんていうのはほっといてもね、死っていうのは向こうからやってくるわけでしょ。ね、で、この間の震災で亡くなられた方だって、死にたかった人なんて一人もいないと思いますよ。でも、あれだけたくさんの方が亡くなったんですよね。だから死ぬことはいつでもできますよと。だったら行きませんかと。で、生きるのにね、その人はもうお先真っ暗ですよ。でも、で、私がそのね、宝くじ当たるかもしれませんよって言ったら、その人の顔がパッて明るくなったんですよ。実際どうしたらね、その後ね、夜逃げしてね、福島行きました。一回電話かかってきました。宝くじはまだ当たってないみたいですけどね。でね、私もそれをね、まあ、人に言った手前もあるんでね。で、まあ、その動画をね、1年ちょっと前に見た時に、じゃあ俺も今日から宝くじ買ってみようと思って、それから、ね、毎日1000円ずつくらい買ってるんですよ。でね、ちょうどもう1年ちょっと経ちました。もう実際結構なお金使いましたよ、ぶっちゃけた話。1万2万じゃないですよね。で、キラさんもね、去年の暮れに、ね、5万当たっておられましたよね。私は年末ジャンボとか3枚買いますけど、3枚しか買わない。これ昨日私の買った宝くじ、これ見えますかね、見えるかな、これが当たってるんですけど、これ金額はちょっと皆さんね、調べてみてください。大した金額じゃない、まあ、キラさんより多いけど、その100万は当たってないんですよね、これね。でも、まあ、キラさんよりか多いです。でね、まあ
これもね、私闇雲には買ってないんですよね。ちゃんと予想してます、予想だから、あの予想できないね、あのジャンボとかは3枚しか買わない、買わないと当たらないけど、でも3枚だけ買います。でね、こうやってね、過去1年ちょっとのやっぱデータを取ってます。こうやってね、過去1年くらいのこうやってデータを自分自身で分析してます。これはまあナンバーズってやつなんですよね、ナンバーズだから。でね、正直ね、1週間に1回はかすってますよ、ストレート1こっち側って、これ1週間に1回ぐらいほぼあります。で、毎日ね、であとロト6とかはもう買って、これは少ない金額ですけど買ってます。自分なりにこうね、競馬でいったら出目表っていうんですか、競馬の出目表みたいなのをつけてますけどね。で、まあ1年買ってやっと当たったかなって。だからまあ、でも当たった金額ちょうどチャラくらいですかね、1年間使った金額の、まあ、チャラくらいですね。まあこういったものをね、自分でなんだかよくわかんない、まあ、このノウハウもね、1億って億単位が当たったら私も多分それから買わないんで、ノウハウも皆さんに開示したいと思います。ただナンバーズはね、あの当たった金額を、その当選者で分けちゃうんでね、教えちゃって、もし当選者が増えるとね、私と同じ買い方をして、金額少なくなっちゃうんでご容赦くださいまあそんな話なんですよ。だからね、宝くじが人を救うこともあるんです。実際ね、日本の宝くじってひどい宝くじでね、配当率 45% なんですよ。で、今1等7億なんて言ってますけど、その分2等以下減らしてますから、1等7億かもしれない、4億かもしれないけど、まあ前後賞があるのかな、2等はね、10万とか100万とかふざけた金額でしょ。ってことはね、配当率って低くなってるんですよ、あれ。だから1等がね、7億になったって喜んじゃダメなんですよ。もらえる確率は減るんですよ、実は。当たる確率は一緒ですけど、1等のね、だけどもらえる確率は期待値は低くなります。まあ、これはしょうがないですね。だから一人に莫大に当たるっていうだけで、それはものすごく1000万分の1ですからね。東京ドーム250個でじゃんけんぽん大会やって勝ち残る確率みたいなもんですよね。でもね、そんな宝くじも人の命を救うことがあるってことなんですよね。あと、うちの近所で当たった人いますよ。もうね、魚屋さんですよ。でも全然潰れそうな魚屋さんでね、でもその人も宝くじね、買ってたんですよね、毎回。でもスーパーに押されちゃってね、でもダメになっちゃって、もう廃業するかなんて言ってたんですよ。で、宝くじその当時3億当たったのかな。で、そのお金を資本にね、会社を起こして、魚はね、スーパーに今度卸す、今やってますよ、この辺一帯で。逗子に豪邸ありますよ。だからね、宝くじ当てて、その後の人生バラ色の人、私知ってますよ、本当に。で、さっき言ったようにね、一人死ぬかもしれなかった、まだ当たってないけど、でも宝くじが当たるかもしれないことを、夢にして、それを目標にね、もちろん働いておられますけど、今ね、現在、まあ、福島はまだいるかどうか知らないですけどね、もう別のところでまたなんか自分で新しい事業を起こされてるかもしれないですけど、そういう人もいるってことです。まあ、今日は宝くじの話、こういう話前にもしたんですけどね。まあ、私は音楽やってました、昔。でもよくわかりませんじゃあね、そういうことで、皆さん、ちょっと今日は長くなっちゃいましたが、良い一日をお過ごしください。